らこんな人嫌だ。ギターがね、声も出ねえ、作詞と作曲どういうこと。ケンジ、フータ、ミナト、トシミツ。誰？東海オンエア。なんでそんなことするの？なんでそんなことをするの？よし、行くぞ、オーケー。ということで、前回の動画をご覧いただいた方は分かると思いますが、女〇〇は嫌だのリズムに乗せて即興でお題を考えて4人がローテーションしていきます。それを頑張ろうよってやつ。なんか目座ってない？あんま期待はしないでくれ唯一の全部出てる人ですからね。そうだね、キングオブヨシゾーよ。ヨシゾー、ヨシゾーウィング短縮してるな。そういう略し方してるじゃん。それではいっていきましょう。イッチショータイム。さあ、それでは最初のお題は何ですか。お願いします。ほら、こんな歯医者嫌だ。歯医者、歯医者が嫌や。そう、そもそもな、歯医者大嫌い。歯医者嫌だ。さて、いきますか。参りますか。いきますか。 OK、 やっていきましょう。さあ、それでは第1回目のイヤシックスゲーム。イエーイ。せーの。ほら、こんな歯医者嫌だ。ほら、こんな歯医者嫌だ。前歯がね、免許がね、あ、シンプルにこいつ口がくせー。ほら、こんな歯医者嫌だ。ほら、こんな歯医者嫌だ。前歯がね、奥歯もね、こいつに一切信用ねー。ほら、こんな歯医者嫌だ。ほら、こんな歯医者嫌だ。スキッパでしゃくれてて薄ハゲ深爪傷まみれ。あ、抜くね、抜くね、あ、全部抜くね。おいおい、やられるか、そんなやつ。大事な歯を。インプラントが何なんですかね。もう全部、あ、抜くね、あ、抜くね。どんなテンションか。みなとに関してはめちゃめちゃ悪口だね。ただ嫌なおじさん。たまに小児科にいる人ね。第2問。2問目のお題は何ですか。はい、おら、こんなあいみょん嫌だ。知らん。あいみょん知らん。俺、あいみょん好きだよ俺。いきますか。あ、それでは第2回よしだけー。せーの。おら、こんなあいみょん嫌だ。おら、こんなあいみょん嫌だ。歌がね、いいのにね、金髪ゴージュさ刺さらんね。こんなあいみょん嫌だ。おら、こんなあいみょん嫌だ。会いたくて会いたくて震え始めたら、そう、カナミョン。おい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 、こんなあいみょん嫌だ。坊主してラップして幾度と重なる大イメチェン。こんなあいみょん嫌だ。ほら、こんなあいみょん嫌だ。ギターがね、声も出ねえ、作詞と作曲坂東英二。どういうこと。何だ、前々回もあったけど、どういうこと。ゆでたまご中日ドラゴン。もうアイムじゃなくていいってことです。そう、ギターもないし、声もない。じゃあ第3問いこう。よし、それでは、リモさん、第3問目、お題お願いします。ほら、こんなドラえもん嫌だ。あ、ドラえもん、ドラえもんは。それでは、第3回よし、さげドラえもん、ドラえもん、四次元ポケット売ってたよ。今日はね、休みだね、ミニドラバラして遊んじゃう。茶色いね、食べれるね。いや、待て、アンパンマンだね。道具はね、トランプだけ。はい、ドラミと一緒に手品。にゃ、おー、行くぞ。ありがとうございます。素晴らしい。いいね。いやいや、やりづらいよ。, 笑ってくれていいんだよ。それでは、今日4問目のお題発表お願いします。ほら、こんな焼肉嫌だ。焼肉嫌だ。でも選択肢広くなったな。焼肉屋さんでもいいやんな。それでは、第4回行くぞ。ゲーム、よーし。せーの。ほら、こんな焼肉嫌だ。ピーマンだね、ピーマンだね。うん、待って、全部ピーマンだね。俺、こんな焼肉嫌だ。肉もね、タレもね、それで焼肉やってヤバくね。俺、こんな焼肉嫌だ。俺、こんな焼肉嫌だ。臭いね、なんか臭いね、店内ベコ話がいい。俺、こんな焼肉嫌だ。俺、こんな焼肉嫌だ。
バーサボテン襟巻きトカゲ、おいここ何のお店あるかそれ焼肉屋とハズレのだけじゃないからな、そんな店ないからサボテンと襟巻きトカゲそれでは最終問題、ニコさんお題発表お願いします。ほらこんなポケモン嫌だ。ポケモンかいろいろあるよね、いろんないじり方があるの。そうそうそう、ポケモンは。最終問題いきます。いやーシェイトアゲー、せーの、ほらこんなポケモン嫌だ、ほらこんなポケモン嫌だ。いけピカチュウ、いけピカチュウ。え、マジピカチュウ反抗期。ほらこんなポケモン嫌だ、ほらこんなポケモン嫌だ。はじめのね、街でね、ずっと暮らしてるよね。ほらこんなポケモン嫌だ、ほらこんなポケモン嫌だ。思春期のサトシ君、ポケセン姉ちゃんゲットだぜ。サトシがね、サトシがね、ピカチュウ使ってアイコス充電。僕たちは東京ドームを目指して日々活動しています。応援よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。 It's Showtime! で、なんてでもそういう時期来るでしょ、サトシ。まだ12やないつ。あと 2,3 年後に来るよ、だってもうジムリーダーを色目でしか見れない時期が来るよ。心なしか霞の横で超えて歩いてる。